まあまあ、オッケー、やばい、危ねえ、止まるんや、めっちゃ面白いでしょ。お、これは、あらら、大魔術、早く、今はもうずっと指示出てるから、一緒に言って。俺のベースはやっぱり素晴らしい。え、俺のベースでそういうつもりで、たま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 のやつだ、狙ってるやつじゃない、一番恥ずかしいやつだ。ごきげんよう。ごきげんよう。さあ、始まりましたジャニーズゲーミングルーム。今回ですね、このメンバーでお送りします。お願いします。ロックさあ、というわけで今回もあのホフワツリガシやっていきたいと思います。ちょっとね、嬉しい気持ち半面、見たくない気持ち半面。てか、はい、この前来てあったじゃないですか、前回ね、前回でまた来ましたよ今日。うん、うん、もういいですよ。な、何がいいの。もうやらしてくださいよ、普通に。いやカメラ回ってると実は仕事モードやっちゃうんですよ、こっちも。そう、まあまあ、だからそれはちゃんとプライベートモードはプライベートモードをちゃんと家で決めてやってください。そう、ああくそー、いいね、やりたい。だからこの前来てあれで終わりは思ったからね。そうなのよ、また呼ばれるから、こっからです。前回は無事にね、はい、ホグワーツの組分け参加できて、はい、グリフィンドールになりましたね。なりました、こっからです。うわ、いいよ、できるんだから。まあそっか、でやっちゃおうか。だからちょっとそのホグワーツの学校の差し色の中もさ、そうですね、まあ確かに様子見てもらってさ。アルバ君はいいの。もうアルバ君はここ、あ、僕ももう全然もう結構進んじゃってるんですか。はい、もうズミなんで。いいなだから知ってるからこそ言えるけど、こっから本当やばいっす。テンション本当ぶち上がり。じゃあそんな世界をね、こう見てくれてる皆さんと一緒に過ごしたいなと思います。それではレッツスタート。いや、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、どうか。じゃあ、やっていきましょう、もう。YouTuber いるから。いますね。じゃあ、フッカーじゃん。どうすね。俺からいきます、じゃあ。鳥フッカー。はい。これすごいのが、なんか、なんつうの、こう、僕が今までやってきたゲームって、はい、こう、室内になると、なんかこう、歩く、なんか調べるとかしか、なんかできるイメージなかったんですよ。うん。でも、打てんの。そうなんですよ。ソファ燃えちゃったやんか。打てんのよ。で、よく見ると、上見て、動いてんのよ。やっぱり魔法がね、キーになってきますから。見て、お、手挙げられてる、おなんか持ってる、カップ持ってる。カップとか、あ、あれじゃない、クリッチのあれじゃない。うわ、じゃあちょっと。先輩で先輩挨拶して。あ、構えるな。ちゃんと入学しました、5年生編入してきました。先輩お願いします。僕、頑張りますんで。で、僕は今何を、談話室を見つけるというところをやればいいってことですね。談話室はどっちだっけ。いやでもね、結構マップにね、ご親切にね、出してくれるんで、ガイド上っぽい。お前ありがたいよ、このマップ。ありがてえ。うわぁ、すげえな。レベリオもちょっとしてってください。いろいろとレベリオ、ああ見えないものが、あ、やってみて。レベリオ仕掛けがね、左のスティックレベリオ、それ結構大事です、本当に。なんか俺もう何回打ったか、学校内で。だよね、なんもう打ちまくり。レベリオ、はい、これもそうでしょ、なんか。それもじゃあ近づいてみてください。レベルをしないとかでいい。まだだな。それはちょ、まだロックだ。この後ですね。あ、やっぱこうレベルよってこう隠れたいろんな仕掛けとか見えるってこと。なんかこう普通だったら気づかないものに気づけるんですよ。今レベルよちゃん。なんもねえわ。なんもねえ。お、お、お。ほら、こうやって見えてくんだよ。まだね。ちょっと。まだよ。ここにはなんか。話すのか。さあ自己紹介しててください。うわ誰だ。みんな何をそんなに緊張してるの。全然危なくないよ。一体どこが間違ってるの。フレッシュだ。複雑な呪文じゃない。絶対無言でできるはずなのに。え、ウィズリーだ。時間制だよ。ってことはもしかしたら、あの副校長さんの息子さんっていう説だよね。新しい5年生でしょ。はじめまして、ゲレス・ウィーズリー。バカげなんだね。道中の話は聞いたよ。すげえ。大変だったね。無事でよかった。あ、ウィーズリー先生は親戚なの？そう、おばさんだよ。あお一回言ってみよう。気まずくなりそうとか。気になる、あります？それならやりたい放題だね、もう。俺が今気になってるのは、本来はいいねが多分。俺もそうするよ。そうそう、うん。でもちょっと気になるのはやっぱ、聞いておきたい。うん、言ってこよ。これやっぱ気になるなって、うん、はい、どう答えるかね。何をしても大丈夫そう。
実際は真逆だよ。あらあらマチルダおばさんは僕を1年生みたいに扱うんだ。いつも見られてるし。そういうちょっと悩みみたいなのあるんだろうね。善意でやってるんだけどね。まおばさんはすごい魔女だから信頼していいよ。でもそういう信頼があるから君はこうやって入れてるわけやから。そうだね。だから大丈夫やって、うん、ゲットした。コンパス、はい。でこれ十字キーの上をすと、え、何それ、なんかね、あ、なんか、あ、どこに行くか分かれたやつ。そうそうそう、この流れに沿っていく。あ、なんかこう、ちょっと行っていいのかな、なんかこうやって道筋を出してくれるよね。あ、すげえ。まあこれ出さないでマップで見て行ってもいいんだけど。そうだよね。もう一回押したら消えんの。そうだと思う。でもこれあった方が楽。あ、でも待てよ。そうなんです、そうなんですよ。危ねえ危ねえ。ほんとにこれマジでずっとレベルをしなあかんやん。マジで、ほんとずっとね、そうっすよね、レベルをしてる、ほんとに。あった授業で、ここ、いや、クエスト始めるだから違うんだよ。そう、ここはそう、授業です。あ、授業入ってきた、ごめん、まあいいか。うわ、きつい、きつい。これちょっと俺動画見たわ。これあ、ここ、ここでちょっと見たな、めっちゃ面白そうやつ。その程度かっこいい、クリジャリンだね。うわ、ほんまだ、やばいよ。レビオット、うわ、先生、お互いを粉々にしたいなら放課後にやることだね。生徒は毎年来るが、ヘブリディーズブラック種の頭蓋骨はこれだけなんだ。1878年の大密漁者狩りの押収品なんだ。聞いたことあるだろ。ん、気になるかい、こんな老婆が一体どうやってたった一人でウェールズ東部最大の密漁者集団を壊滅させたのかが知識さ。うわー、賢人に年齢はってなきがごとし。今日学ぶのは闇の魔法使いにやられそうになった私を数え切れば。そうだね、救ってくれた瞬間。ちょっとレビオーソだ。いやいや、やってみようぜ。ただの冬の呪文だろ、レビオーソ。あ、これレビオーソ。敵は丸腰も同然。身を守れるかい、プルウェット。無理だろ。私が無言者として学んだことの一つはシンプルであることだ。戦いにおいて特に重要だ。うわ、実践しよう。早速実践しようじゃないか。少しずつやっていこう。マジで見ちゃうな、映像、うん、さあ、向井さん、いいですか。来た、これじゃ失敗した。もう分かったでしょ、だから押しっぱなし。習得の仕方、え、どれを。もうずっとやってるでしょ、押しっぱなし。 やらなあかんねんの。そう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 。で、これコマンド出てるからね。はい、そう、ああ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 、これでレビオーソ習得です。これがライトのプラスだもんな。R2 を押して練習方法はないからね。うん、まずはそこの2人。あれ、今でもストックが4つしかなかったから入れ替えてやってるんですよ。そうそうそう、たぶん今ライトの通り。そうだよね、使うのはレビオーソ。レビオーソだよ。プロテゴだけだ。プロテゴってあれやね。さあ、いける、勝てる。やべえよ。だってもうこれはもう歴史的な試合の、うん、うん、間違えた。うわぁ、結構体力あるよ、ちょっと。おー、いいね、いいよ、おい、いいよ、うふぅ、おー、おー、素晴らしい、すげえ、めっちゃおもろいやん。すごいな、面白いじゃん、対戦めっちゃおもろいな。すげえ、戦闘楽しいんだよね、これね。負けてなんでそんな堂々とできるの。すげえ、だからもうマジあれみたい、マルフォーみたいな。マルフォーやね。そう、スリザリン領のね。よく乗り越えてみせたね、グリフィンドールに勝て。来た、これね。ありがとうございます。いい実践の機会になりました。今日の出来をそのまま信じてもいいなら、あんたは大いに期待できる。私は生徒に完璧を求める。全員その素質がある。だから絶対にできなきゃならない。かっこいい。やってやるぜ。闇の魔法使い、いや、ゴブリンの方が現実的か。そういった敵と戦うのは教室での決闘とは全くわけが違うんだよ。わかりました、先生。だから暇を見つけて練習することだよ。ミスターサローならいいアイデアがあるかもしれない。さっきのやつじゃない。とにかく今日はよくやった。近いうちに追加の課題を渡すよ。待って、これさ、マジでこうちょっとさっきのあれもそうだけど、ちょっとこうサブミッションみたいなの結構、そうそう、やばそうだね。サブクエストみたいなね、いろいろあるよ、ここ。そう、お、やるじゃん、見つけた。
これで経験値もね上がりますからね。そうだ上だね。あ、チャレンジも成功したってよ。ありがとうございます。すげえ。レベルレベルよ。ああいうところ怪しいんだ、ああいう銅像は。そうそうそう、ないな。上だな。ちょっとメニュー開いてみて。メニュー、あのスタートで。これで、これガイドか。そうだ。でもそれそう、サイドクエストも受けられるようになったんだけど、一回さ、あのチャレンジ、チャレンジってとこ。あ、で、そう、フィールドガイドのページとか見てみよう。もらえるんじゃない。あ、そうそう、報酬が多分それもらえる。お、メガネゲットしまし た, やったこれはまだか。8枚集めたら 次はそれだね。なるほど。わあ、手袋手袋。まずちょっとメガネが変わる。変わってこれ。あ、上がってる。色味が変わる。いや、なんか違うよ、ついてる魔法特性が。そう、あ、そういうこと。これで防御力とか攻撃力上がるってことだよ。これじゃ何もないね。それ最初選んだやつね。あ、これが今のやつか。そう、はい、じゃあこれにしよう。あとは手袋もそれだ。つけてたもともと。いや、あ、あれかな、最初に手にしたやつはついてんの。そのさ、その状態で四角をしてみて。あ、一回戻って、そこで合わせて四角、手袋のとこで、うん、そうすると、あの、見た目だけ変えられるんだよね。自分の好きなような。これだ、それだ。モンハンとかでもさ、あるね。見た目なんですね。そう、これはね、見た目。あの、わー、渋い。能力には影響しないけど。いや、いいじゃん、伝説の手袋。いいじゃん。そこら辺は全部四角で見た目ってことでしょ、多分。あ、これも変えれるのかな、じゃあ。見た目だよ、そう、見た目変えられるかも。押してみて。これか。それだよ。それが闇の。それがいい。え、これ何？かっけえ。フッカー好きそうだね、これ。フッカー好きそう。かっけえ。で、そういう、あの、そういうのもね、このグリフィンドールの。え、めっちゃおもろだね。そうなんですよ。かわいいんですよ、また。うわ、それで、それ、中これにしとく？そう、中それで、あの、表書いて、さっきの骸骨のやつがいい。ガイゴスがいいんだ、やっぱり。それで、オッケーで、上を、フッカーがガイゴスがいいって。マントローブを、闇の魔術の。闇の、それじゃない。うわっ、そう、しぶい。かっけー。おい、だから戻すなって。絶対さっきの方がよかったって。なんかある？あ、帽子あるよ。で、ま、見た目もしかしたら持ってるかも。持ってないかな、まだね。あの、あとネックウェア、ネックウェア待て、あるんちゃう？ないか。うん、あの、装備した状態でもしかしたら外観変えられるかもしれない。なるほど。まだないかも。あの、俺の好きなあのマフラーないですね、まだ。まあ、ないの？まだですね。あの色味のあれね。だからマント変えてって言ってんじゃん、その。あれでしょ。ね、なんで闇のさっきの変えないの？で、見て、中はちゃんとやってるから。でも、外見たよ。あかん、やっぱり制服やから。こっち、後ろの席が空いてるよ。夏アイナオイ。ありがとう。夏アイアオイ。どうも、私はナティ。夏アイオナイだね。噂の新入生だね。さあ、アクシオ。あー、アクシオはよくこう聞くね。さあ、いいですね。うまいですね。はい、ありがとうございます。アクション。アクション。アクション。うえ。なかなかだね。ありがとう。君は飲み込みが早いな。才能を感じる。だが、練習なくして才能は目覚め。うんうん、練習だ。ミスオノイと肩を並べられるぞ。先生、あれ、あの部屋はどうです？あれ、考えることは同じだね。ドビー、ディー、良ければ手伝って。ドビーはハリー様の。あれ、ドビーは、ドビーがいる。ドビーは、あった、失礼しました。あった、失礼しました。うわ、可愛い、お付き合いな、来たね、この子たち、ね、さて、ホグズミードへ行ってもらう話だけど、来る途中でなくした学用品の代わりを手配してある。種と魔法薬のレシピ、そろそろ割れちゃう。クラフトだね。ありがとうございます。オリバンダー老人が、オリバンダーだ。あんたにぴったりの杖を用意してくれる。借り物の杖でうまく授業をこなしたね。来ましたね。そうだね。これも人によって違うね。杖欲しいね。魔法をかけた方がずっとうまくいくんだよ。成績で変わってくるんだ。なるほどね。早くホグズミードに行きたいです。行こう。よろしい。
村へ行くのが初めてなら同級生と一緒に行って案内してもらいなさい、うんうん、誰セバスチャン・サロー、うん、それかナッツァイオナイはどうだった、ね、あの二人といるのを見たよナッツァイいいよナッツァイどっちがいいナッティですナッティがいいはいナッティと行きますいい選択だねそうなミス・オナイはここでも特に優秀な生徒で、うん、教えてもらえるのねこの辺りをよく知ってる、うん、行っちゃおうレベリオ絶対こういう先生の部屋にはね素晴らしかったねうんあるねなんか光ってますけどあレベルロックわかりました。すいません。無茶はしないって決めました。あれ勝手に金のドラゴンの目玉メガネ。目玉メガネ。金のドラゴンの目玉メガネって。でもさっきのあの扉開きたいな。心おーい。え？何してるの？メガネチェックすんのかと思ったら。ああもう。もう目立つ。もう。編入生やのに目立っちゃう目立っちゃうよああもうこんなんおらんやん誰もああ来たあかんか来た先生あもう目立ち動いてるねーから目立ちしかも非常に最悪うわ最悪今すぐ乗りたい修復の呪文レパロだレパロ物を直す魔法だうんあ使ってたじゃんそうですね最初ねいろいろと重宝しそうですね想像する以上に使うぞ先生が使った今日の分を用意してきた一通り目を通したら報告しに来なさい。すぐにレパロが唱えられるようになるだろう。今すぐに課題に取り掛かります。真面目。課題。レパロやろレパロ。課題。壊れた像の近くで飛んでいるページを集める。あ、さっきのじゃん。さっきのやつ？うん。ここってことだよね。え？これ行けばいいってことだよね。あれ？でもレベル2にならなかんなあ、2になってるなってるあ、ってことは違うか、はい、どっかが行って集めるってことねなちょっと見てみたらえあれはマークじゃないマークないよね今なんかでも出てましたよ白い出てたよえどれ違うほらあ上に飛んでるこれだほら、飛んでるどうやって空飛ぶページはどこにあるんだろうあれどうするあれや分かった分かったおぉこれだろ音がいいわ、気持ちいい OK、次空飛ぶページはこの辺りにあるはずあったうわ、いいねうわ気持ちいいいや、最高だあれまた下次まあ、これでまあ OK ですねあ、2個でいいのローブかまだまだ実飛んでんだけどあ、そういうことか2個集めてとりあえず戻らないってことそう、まあ全部集めたらもっとねあの、他にもいいことあったりするんだけどあ先生今回の課題は OK。なるほどですね。基本的な魔法はお手のものだな。うんうん、はい。さてでは修復の呪文を。ありがとうございます。よっしゃ。発音と動作に細心の注意を払うように。発音ね。力強さも大事だ。やっぱだ。さ、杖を構えて。はい先生。杖は魔法が導きてる。さ、覚えておくよ。新しいコマンドも増えてると。お。はいはいはいありがとうございます。レパロー。パロー。下でしょどうせ。はい。で、ん？そう壊れた物体や破片を修復できます。そうだ。それ壊れてる。今ある。何かを直す練習がしたいなら、水辺のくぼみにある壊れた像で試してみなさい。さっきほら最初に飛ばしたあのページ取った。ああ。身に覚えのある昇進の者が手を出したのかもしれん。レパロ。わあ、かっこいい。でも直したいね。え？いやあのもう治りました。今治った今。はい。どれ直した今いやちょっと本当は近くでねかけるとこう治る様子が見えたんだけどちょっと遠かったっすね今どここの奥ね入れ壊すかじゃあ壊さなくていいそれじゃないしこれ直したそれじゃないしその奥の水辺のとこですあのページと作ってますよねそうそうそう全然反対の方じゃなかったであの範囲がね広いんでねなるほどすげえじゃんあこれはぜひあの
あえてやりました、はあ、あの皆さんも実際いすごいんだから本当は治ってるとこ、それ見せるのがゲーミングチャンネルでしょ。いや本当はね、ぜひ ね皆さんも本当実際にやってこう治ってる姿っていうのを見てほしいから、俺はあえて見せるのよ。なんでこっちのリアクションだけを撮ってるの。あのどこに実はそのレパローをやるところがあったのか全く分かんなかったでどこ行くんでしたっけ、楽しみにしていたのに俺は。さあいよいよここか、ホグズミード買い物。買い物です。来たナッツイ。ああ、私を探してた。ナッツアイ。ああ、そう、探してた。買い物行こう。買い物。ナティ。いや、いやよ、服。いいじゃん。もう全然入ってこなくなっちゃってんじゃん。いいじゃん。法事に。いいじゃん。自分のものをいろいろ調達したいだろうね。それに、村を見たり。楽しみにしてたよ。先生。それじゃ、出発する。最高に楽しいホグズミードを見せてあげる。ありがとう。もうすぐだよ。外は見どころムーンストーン。ホグズミード以外にもね、私ならこっちはホグズミード探検に行けるよ。最近は待って、また違う世界観入るだよこれ。来るよ、やめるよ。その方が安心でしょ。覚えとく、ありがとう。でも映画ではこういう道のりもね、歩きませんからね。そうだよ。来た、どうですか。来た、うわー、自分の足で。じゃあちょっとホグズミード、ホグズミード、やっぱここは杖とか選ぶ、もしかしたらあるかもよ。選びますか。3本のほうきはバタービールが飲める場所。バタービール飲みたいね。飲みたい。ありとあらゆるお菓子が手に入るよ。何それ、ロック。ここでお気に入りの店を選ぶのは無理だね。今知らなかった。ホグズミードでは視点合わせるやつか。必要なものは何でも手に入る、うん、本当だよ。モップを開く。広いです。やば、うわ広い。俺マジで2時間くらいいたんじゃないかな、マジで、うん、今どこにいる俺。これじゃない。今あの矢印のとこね。そう。まずどこ行けばいい。あ、じゃあ杖行きますか。杖行っちゃおう。降りました。これですよね。下ですね。え、こっちですか。その上。この上。それだ。それ。近い近い近い。それ。行こう。行きますか。杖、早く。違う。今。違う。変なところに。変なところに。そこじゃないよ。え、変なとこ行ってる？違うよ。うん。これでしょ？バツだからそう。まあ近いけど一応ね。うん、つけたいよね。はい、で戻る。そう、すぐそこです。着きました。そこです。ここです。一応ね、いい外観を、ね、早く入ってくれよ。外観を、外観でまあね、ちょっと外観見たいね。皆さんにね、もう1時間14分回してんだよ皆さんに、ね、外観を、ね、こんな使わねえんだって。外観をね、見せようと思って。外観見たいけどね、確かにね、はい、うん、もうはい、こういう感じですね。もういいです。3階建てで、3階建てでやらせて。ねえ、もうねえ、早く入れよ。あ、待って、レベリオン。そうだね、お、よく気づいた。こういうことですよね。そういうこと。ルーモス。何になってルーモス来たよ。うわアイテムすごいよこれ。はい、すごくないこれ。すげえ。すげえ。すげえ。こんなんやったか。使ってください。お、うわ。オーダー。はい、ただいま。お、オリバンダーさん。ちょっと待ってくれ。わしはゲボルド・オリバンダー。メロン、オリバンダーの名は知っておる。何しろ世界一の杖作りだからな。もちろん目にかかれて光栄だよ。うん、うん、さあ来なさい。お、ぴったりの杖を探す。いいね、タコかわいい。いいね。違う違う、俺も違う。なんかドラゴンのなんか、一回違うな、渡すよな。うん、これだ、うん、強力な芯、26センチ半。うん、これだな。一発でわかる。ほら試してみてくれ。うわ、かっけえ。こう振るんだ。ほい、うん、おかしい、うん、もう一度だ。本気で振ってみておくれ。これこれこれ、うわ、いいよ。うわ、おやおや、うん、こいつとは合わなかった。そうなんだよね、合う合わないがあるから。これよね、映画でもあるね。ある、映画でもありますね。大丈夫、ちゃんと見つける。ああ、これだこれだ。どれどれ、緑のやつじゃん。そうだ。おい、なになに、きっ
ったこいつで間違いない。さあ間違えんねん、持って来い。あ、これはちょっといけるやつや、うん、なんか来たよ。さあ、え、止まるよ、なんか、あ、自分で、あ、これなんや、え、うわー、それよ、なるほど、たまんなくない、これたまんねえな、嘘だろ、え、見て見て、ちょっといろいろと下の方は触ってさ、形とか興味深いな。うわ、どれにする。俺一番好き、やっぱ一番右が一番いかちいけどね、これこれ、うん、でもなんかバリエーションっていうのは、あの色も変えられるから、それで見てみて。あ、色、じゃあ左で、左上、その形で木目というかね、選べるってことでしょ。そうね、興味深いな。一個一個全部違うよ。そうです。え、そうなの。バリエーションがほら変わるじゃん、全部。まず形じゃない、でも形決めて、うわ、俺これか、これ、この、あ、まあでも本当に、ね、本当にシンプルになるとそれだよ。やっぱこううちらが言うの知ってるイメージ。うん。僕はちなみにクラシックにしました。クラシックってどれだ。興味深い。それ、これか。これか。うわー、まあまあまあそうだよね。どうする？まあでもそれじゃない、リング、ダーク。それの色の色を見てみる？色地。色地。色地。うわー、うわー。さあ。これちょっとタケノコっぽくなっちゃうから。ああ。だとしたら。タケノコ振ってるみたいな。確かに。これとか。ああ、いいと思うよ、うん。でもまだ他にもなんか。他にもあります。枝分かれしてるやつがあるよ。さあ。どういうこと？木材の種類、長さ、柔軟性。マジで？これ何？いや、めちゃめちゃありますからね、ちなみに種類。これさ、多分これ一個一個見てって。変わる？何が変わってる？興味深いな。明石焼き、俺明石焼き。でこれさ、ほんまにさ、見た目というよりは本当気持ちやろ。まあまあ、そう、見た目が何か変わるってわけじゃないかな。明石焼き？明石焼き、明石焼きってよく聞かない？なんか。興味深い。何それ？なんか明石焼き。でもさ、このハリーポーターで明石焼きって出てこなかったっけ？あ、出てくる？長さ変わる、見て。長さどうします？あんま長くない方がいいな。短い。あ、短くない方がいいな。なんか、長い方がかっこよくない？このぐらい。いやー。長いねー。14センチ。いやー。最長じゃない？これ。いやね、最長。さあ、柔軟性。で、これでなんか変わるんじゃない？かなり曲がりやすいと思う。こうだよ。ブワンブワンブワンって。柔らかいだったり、しなやか。どうですか？では、任せますよ。よかった、固めで。いいですよ。じゃあ次。え？ここですよ。それぞれ目標がありますんでね。何が変わるのこれ？僕もまだ実際だから、ね、一種類しか選べてないですから。他のやつ選んだらどうなるのかっていうのは分かんないです。何選んだんですか？僕はドラゴンの進化。まあ確かに分かるよ。ユニコーン行ってみる。でも俺は意味だって幅広い種類の魔法を生み出すことのできる杖だから。ドラゴンはなんか強い魔法を覚えられてユニコーンが安定して魔法を生み出す。こっち行ってみようか。幅広い方がいいんじゃない？やっぱ不死鳥ね。いや、僕も迷ったんですよ、これ。不死鳥の羽か。極めて入手。まあさっきね、ドラゴンの心臓の金銭でね、違ったしね。はい、じゃあこれで、はい、こかわいいねー。さあどうだろうかね。あ、いや、あのマントにもあって、あ、いいじゃん。あなたの杖ができましたと。うわ、見つかりました。うわ、なんということだ。新たな杖に新たな未来、魔法界の未来も明るい。うわ、俺自分でやるとき何でやるんだろう。いや、わかるで。そうだよね。俺はもう多分もうドラゴンか不死鳥なんだけど。そうだよね。いや、不死鳥じゃない？俺の杖光ってるよ。光ってるね。やべえよ、うずうずしてるよ、杖が。いや、戦いたくなる。よし、進んでいったら戦いたい。戦いたい。戦いたいですか？戦いたい。え？戦いたいですよね。え？杖試したいですよね。試した…え？いや、ちょうど来た。お前が。いや、いいよ、やっていいよ。いや、俺は家で楽しむから、お前が作った杖、ちゃんと。そうだね。成長ちゃんと。今、ほんまに戦いたいんだ、ほんまに戦えるんや。うん。お。奴らを建物から離して。うん、すごい。ほんまだ。やり方忘れちゃった、戦い方の。え？おい、つくれよ。はい、オッケー、すげえ。
この服強そうやな。強そう。いけ。さあ。やば。叩き方を忘れてるぞ。あ、弱ってるぞ。はい、チャンスじゃない、チャンスじゃない。避けろ。あれ、何やっけ。これはね、回避した方がいいかも。回避か。確かに無理だよ。赤いやつが回避か。呪文じゃないからね。間違えた。当時下押した方がいい、回復した方がいい。やばいよ。会議が丸か。そう。これだね。そうだそうだ。やばい、夏井が倒される。でもレディオさ意味ないな。ガード。あのさ、武器拾えへんの。アクションも効かないかな。拾えないな。やばい、あ、やばいかもしれない。ちなみに、うん、周りになんか落ちてるものとか、あ、なるほど。R1って出たら、多分投げれるんだけど、まだかな。もうちょっと攻撃した方がいいかも。あ、出た、出た、R1 ナティ、あ、ナティ R1 なるほど、そっちじゃない。オッケー、オッケー、いいね、やばい、危ない、危ない、ナイス、バリおもろいけど、危ない、戦い方忘れているぞ、俺、あー、ナティ HP、 もうね、タイムプライド、俺はもう、これで行くぞ、行くぞ、おもろい、めちゃめちゃ投げるじゃん、やべ、避けろ、お前の攻撃はもう見切った、さあもうあとはもういいよ、いいよ、オッケー、頑張れ、避けろ、危ねえ、いいよ、危ねえ、いいよ、もうちょっと、もうちょっとだ、俺攻めろ、もうちょもうちょもうちょ、いけ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 、あるもん、オッケー、おい、めっちゃおもろいやん、めっちゃおもろいですよ、あ、これもあるある、さあ、大魔術、信じちゃう、L1 押すって指示出てるから、はっ、一緒に撃って、え、お、結構すんなり撃った、結構、それ何、いつ使う、どういう、そんなん教えてもらった、古代魔術、もし怪我してなかったらちょっと物を元の場所に戻すのを手伝う、壊れちゃったからさ、いろいろ、あ、もちろん、もちろん、シンガー、シンガー巡査だよ、シンガー、改めてありがとう、どういたしまして、え、いろいろとさ、戻すのあれあるじゃん、レディオ、違うでしょ、違うでしょ、違うでしょ、ほら、あれでしょ、ほら、何の用か聞いてくる、そうだ、それすごい、ちょっと見せて、最後までちゃんと、あ、あ、ねえ、さっきあんだけ言ったのに自分もやんないわけ、こちらです、はい、先ほどのやつがや、ね、こちらになりました、こちらみたいに、そうなのよ、でもまだほら、見て、まだいっぱいあるから、いっぱいあるから、ほら、はい、こちらがこうやって表情見ていきましょう、いや見せろって、最後最後見たいんだよ、綺麗になるところ、こうなりますから、見せろよ、素晴らしい魔法ですね、見せろよ、これは、これはちょっとでかいよ、これは皆さんにお届けしたいなと思いますけども、見たいですよ、こういう感じで、はい、すごい、いや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 、見せろよ、見せろ、見せろって、ですけど、こんな感じですね、素晴らしい、ちょっとぜひね、左も左もなんかキャッチしてる、左も、あ、すごい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 、うわ、今普通に見たかったな、いい絵のやつ、うん、だから買って、ね、っ自分の何をしてどうですか、皆さん買いたくなりましたよね、自分のデータで、どこに行くか、よっしゃ先輩、ありがとうございました、ちょっと、これ直した方がいいですよね、そうね、やっぱ直すとこまではちょっとやりたいですね、あ、ちなみに俺はやっぱこれもす、あ、振りとかじゃなくて、やっぱそろそろ一回見せないと、その、はい、もう見せない、意味が落ちたから、確かに、おい見せろ、見せろよ、見たかった、さあ見た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 、結構長かった、結構意外に長かった、結構見れた、それもじゃない、どこ直したのこれ、おおすげえ、おお、しっかりテンション上がるじゃん、リアクションが欲しいんですよ、やっぱすげえ、猫ちゃんいるよ、どこどこ、猫ちゃん、あ、危ない、 あと1箇所、もう1箇所、どこや、右、ええ、まぁ、あ、結構範囲広いからね、これこれこれ、これで元通り、はい、じゃあここら辺です、ここまでかな、いやさあ、というわけで今回もですね、ホグワーツレガシーやってきましたけども、はい、やばいでしょ、やばいですね、これはとんでもないでしょ、とんでもねえわ、どうだった、コウジも杖選んだけど、自分の杖できましたよ、いや俺の杖、杖っすわ、やっぱり素晴らしい、え
俺の杖強い。俺の杖ほんと強い。ねえ、ほんとに素晴らしいゲームですね。ほんとに。そういうつもりで。たまたま出たやつ。たまたま出たやつだ。狙ったやつじゃない。一番恥ずかしいやつだ。言ってから気づくやつ。まあまあ、そう言ってから気づくやつ。とりあえずね、面白い、うん、映画の世界に入れますからね。ああ、確かに面白かったです。というわけでね、ぜひぜひ皆さんもね、やってみてくださいということで、はい、この動画がいいと思った方ですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイ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 。